。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。警部補、何があったか分かりました。そうか。じゃ、聞いてやるよ。事件の始まりは、キッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ。何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？被害者は逃げたんです。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど。お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。ああ、数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。ああ、でもお前の目には見えるってことか。その通り。へえ。
その椅子どうすんだ。調べたいところが。調べたいところね。身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。お願いだ、黙っててくれ。おいコナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。急げ。